カメラこっちか。お疲れ様でーす。リップぐらい塗るか。よっ、おつでーす。ボサボサでーす。マンの奈ちゃんの卒コン見直してた。あ、もう見れるんだ。ウィンブルドン見た。こんにちは。ボサボサマン。ひなちゃんのドレスめっちゃ綺麗かったろ。するかと思った。可愛すぎて。可愛すぎてキュンシュするだね。リンコはどこに行ったの？リンコは日本にいるんじゃない？さすがに。昨日オーストラリアから帰ってきた。次の日行かないです。さすがに。今日は早めに配信終わります。明日がちょっと早起きなんで。リンク英語喋れるんかな。絶対喋れないよね。パジャマ、なら話せなくてもなんとかなるって言ってた。てか海外行く人ってみんな言うよね、話せなくてもなんとかなるよ。今は Google 翻訳があるから。お休みメール送ったかいね。2日間メールサボった反省で今日はちゃんと早い時間に送りました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 5,6,7,8,9 9件も送りました。これは取り返したな、3日間を。ありがとう。我ながら偉い。やばいね、優秀猫だね。こんばんは。今日はメールちゃんと送って偉い。ちょっと筋肉痛になりました。なんか働きすぎて。
早っ。パルコに STU ブースできた。そうなんです、そうなんですよ。まだ私もどんなのか分かってないんですけどね。似合いすぎてキャッシュする、何でまた夏にもすんだろう、男たちはどう見えてけ、今日の君は最強ついて、もっともっと好きになる、今世界で一番可愛い人たんたんたたん、ファイバーローズ勝ったね。ね、すごーい。月末にも試合があります。明日はきっと大変な一日になります。おやつじゃないでしょ、昆布だよ。30キロカロリーだよ。おいたん、かわいいベアありがとう。梅昆布。昆布はよくね？ダメかな？梅昆布高校生でマジ食べてた。マジ昔はコウメちゃん食べてた。コウメ、コウメ配ってた。昆布うま。個人的お菓子だよね。小学生の時宮古昆布がめっちゃ好きだった。スリッパ揃えといてあげよう。
日本語も大好き。辛い。塩分多いかな。一気に食べるやつじゃないのこれ。小分けにして食べるやつなの。移動長かったわ。くれるで乾燥ワカメみたいなこと。マジ。うん。古いかも。ホテル、古いホテルをリノベーションしてるって感じ。ハイバーローズ買ってよかったね。今日のあかりん特に可愛いね。コーラレインボー10個ありがとう。
たが今日はすっぴんだ。頑張ったね。あ、ツアーの配信が決まりました。ツアーの配信は今回は Hulu さんで行われることになりました。私 Hulu のアプリあるけど、あれで見れるのかな。ちょっと見方とかは分かんないんですけど、まあその辺はみんなが調べるよね。配信は兵庫初日と最終日と、あと広島ココアの壮行会があるやつ、広島の配信があります。はい、いや素晴らしい。もうね、全部配信あると思ってるじゃん、配信があるのが当たり前と思ってるじゃん。48系のライブって特に、そうやっぱないライブのね面白いからね。配信が入ってると言えない言葉とか、できない MC っていっぱいあるから、あとできない企画とかね配信がないとこでどんだけみんなが好き放題するか見ものですお楽しみに。昔の7県ツアーって配信マジなかったから、結構そこで鍛えられたんですよ。だから期待しててくださいはい、そういう面白さが見れるのがいいなと思います。面白いライブにしよう。Hulu のチケットはいるんだね。組体操とかやっちゃうのかな、どうかね。確かに配信入ってると、あのスカートの中の履いてる店パンとかが見えたら良くないから、この動きはやめとこうみたいな結構あるんですよ。ダンスでも本当は座るとこだけど、ここは膝立ちにしようみたいな。そうそう、実はいろいろしてるんで、そうそう、それを気にしなくていいのもいいかも。映像に残っちゃうからね。ハートありがとう。チケットも一般発売中なんで待ってます。香川2公演だし、レグザムホールってめっちゃでかいんだよ。愛媛 2days、 岡山行きます。岡山はツアーファイナル、よろしく。こんばんは。レグザムはそう、大きいの。パフュームとかやる。その髪型髪、嘘。なんか前髪が邪魔だな。なんかもらえるのって兵庫と広島？なんかもらえるの？あ、あれか。STU ファンクラブのやつか。なんかあったね。
なるほどね。今日は広島は雨が降ってました。午後からめちゃ可愛い、なんかのフェチに刺さった。今日は雨が降ってて、タコ湿度を気にしなくていいので。雨が降るとね、まあ、生活しづらいけど、加湿器とかさ、なんか気にしなくていい、湿度がちゃんとあるから、そこは結構いいかも。ちょっと冷えたね。そうだね、若干寒いかも今日。私長袖の上に上着着てたけど寒かった。マックのポテ投げ安いよ。そうなの？でもちょっと今今月ダイエットだからポテ投げダメ。ダイエットっていうか健康的な食事をする月だからポテ投げダメ。今月は健康に気をつける。期間限定でオルネドムドムバーガー、ドムボボボボバ、ドムドムバーガー。高松オルネさん、四国初のバーガーキングできたの。バーキン、バーキンができて、バーキン1時間待ちとからしいよ、お昼時。やばくない？バーキンめっちゃ人気らしい。ドムドムバーガーに流れるか、ちょっとは。でもね、高松駅ってロッテリアもあるんですよ。そう、ロッテリアもあるし、バーガーキングもできたし、ドムドムバーガーもあるし、駅のところにフィッシュネスバーガーもあるから、高松駅周辺実はうどん屋よりハンバーガー屋さんが多いです。フレッシュネスか、フレッシュネスバーガー行ったことないけど、ロッテリアはよく行ってたかな。まず住みたいわ。フレッシュネスバーガーもちょっと高いよね。バーガーキングは宇多津が香川で最初で、あ、すいませんでした、すいません、知らなかったです、適当なこと言いました。宇多津ですね、宇多津ですね、タドツじゃなくてウタズですね。ウタズビブレですか？ビブレはタドツですね。ごめんなさい。バーガーキング1回だけ行きました、本通りのところ。興味本位で。緊張する、ちょっと。行ったことないチェーン店、行ったことないチェーン店ってさ、自分は初めてだけど周りの人はさ余裕な表情で注文するじゃないですか。だから私も常連です。バーガーキングなんて何百回も来たことありますけど、わら、マックと一緒でしょ、草みたいな感じで買いたいけど緊張した。一番無難そうなやつ頼んだ気がする。緊張するよね、初めてできたんだもんね。
ドンドンバーガーって行ったことない。サブウェイね、サブウェイ大好きだった昔、けど最近行ってなくて、1年ぐらい前に久しぶりに行ったんですよ。その時になんか バンズの硬さみたいな選べる、なんかね、ミディアムにしますか、レアにしますか、ウェルダーにしますかみたいな、なんかオプション言わないけんね、あれ。けどうまく言えなくて、全部それでって言ったら、そんなあれこんなんだったっけみたいなのが届いたな。生きるって息苦しいねだね。難しい。緊張するよね、サブウェイ。わかる。美味しいんだけどね。でもわかんないときはね、わかんないんですけどって言っちゃった方がいいよね、多分。私の経験則的に。知ったふりしてなんかかっこよく注文しようとすると大体事故るから、ちゃんと初めて感出した方がいい。結果的に店員さんも優しい気がする。そうなの。あとスタバもさ、スタバは緊張しないけど、さすがにZ 世代だから緊張しないけど、カスタムは未だにちょっとシロップ多めでぐらいしか言えなくて、なんか並んでたりしたらさ、後ろの人にうざって思われたら嫌だなと思って言えないんだけど、オンライン注文できるじゃないですか、最近。プレオーダーみたいな、あのプレオーダーとさ、携帯で全部さ、ソース多めとか氷多めとかできるから、あれめっちゃお気に入りです。なんか TikTok とかインスタでカスタムとかね、あるけど、あれ言うの緊張するよね。でもみゆみゆが昔そのインスタで載ってるカスタムの縮小を入って店員さんに見せてて、え、確かになんかミーハー感はあるけどこれでいいやん、確実に伝わるしって思った。恥ずかしがらん方がいいね、なんでも。卒業してもメンバーが来てくれて嬉しいね。卒業 しても全然みんなに会えるから、あんま寂しさは今んとこ実感してないけど、でもみんなな、東京行っちゃったらな、なかなか会えなくなるのかな。東京行った方が友達多いからね、もはや今多分。おきちゃんたちの、おきちゃんとあずみんからの舞台とか見に行きたいな。アイドルは全国に友達ができるから面白いかも。今年の目標は福
岡に田中美穂の家に行くっていう、それが目標。昨日美穂に会ってさ、そう、昨日美穂に会って、いつでもいいよ遊びに来てって、ご飯めっちゃ出てきそう、よいしょ、はい、ここにあった。ね、めっちゃご飯豪華なの出てきそうだよね。いや同じ量とか、みほりんのお母さんに言わな、あなたのとこの娘さんは結構食べる方なんで、実は私その5分の1の量で大丈夫です。パセリちゃんが来る時よりも少なめでお願いしますって。言わないけど、40分ぐらいかな、40分ぐらいまでにしようにしますので、よろしく。目覚ましかけとこう。月曜日だね、明日。ありがとう。1週間後ゴールデンウィーク、え、ツアーってゴールデンウィークなんだ。ゴールデンウィーク感ないな。世の中はゴールデンウィークなのか。ゴールデンウィークは寝てます。ひなちゃんまだいる嬉しい。ライジングホールですね。ライジングホールって意外と半年に1回ぐらい行ってる気がする。え、ってなったら香川と愛媛ももう割とすぐやな、ツアー。ゴールデンウィークの次の週だもんね。大変、頑張りましょう。のぞみは全席指定席です。あ、そっか、年末みたいなやつか。ゴールデンウィーク忙しいのかな、何も知らない。ライジングホールとツアーぐらいかな今んとこ。わかんないね、なんかこまごましたイベントって急に発表されるからね。丸亀お城祭りから1年か。そうなの。丸亀お城祭り懐かしい。息をする心の時期ぐらいに行ったっけな。後悔はまだ出てなかったよね。出てなかった気がする。懐かしい。JR 東海1車両に2室個室ができる。え、そうなの、すごーい。おお、なんか画面収録始まっちゃった。
クラブ更新してます。見た？昨日、一昨日と。ファンクラブ更新してますので、よかったらご覧ください。広島サミットのイベントもあった。あ、あったね。練り歩きに期待して兵庫県に緊急参戦します。あ、期待しな。ないとは言わんが。コーラチュ、ありがとう。うちは福ちゃん、ツアーの配信はフール。そうです、フール。フールでやったことあったっけ、 STU。 なんかあった気がするな。すまんない、いつもニコ生とか DMM とかショールームとかフールとかいろいろで。こんばんは。なんかフールであったよね、ちょっと前、周年か。何周年か。ダリウマ、ダリウマ、あと10分ぐらいで会います。うん、福メール楽しみにしてる。ありがとうございます、受信してくれて。福メールが多分メールが一番力入れてるコンテンツなので、一番私のことが分かる気がします。っていうか、なんか気軽に送ってるんでいいかと思います。明日乗り越えよう。明日は乗り越えれば、あ、嘘、明日も乗り越えた上でツアーを乗り越えれば初日を目に光が戻ってくる気がします。キラン、キラン。初めだよ、ファイト。10個ありがとう、ファイト。頑張ろう、1週間。なんか毎年ね、めっちゃしんどい月、この月しんどかったなみたいな月ってあるじゃないですか、年間通して。ちなみに去年は1月がしんどかったんですよ。な気がするんで、楽しみながら頑張ります。なんかリポビタン J のポイントを最近貯めてるんですけど、アプリでリポディのポイントもなんか貯まるスピードが速い気がする。それもまた人生。
神戸のご飯楽しみだな。神戸何が来るかね、差し入れ。なんだっけね、神戸はスイーツが差し入れ美味しいかね。あとなんだろう、ケータリングでお味噌汁が来たら勝ち。神戸牛は無理でしょ、30人ぐらいいるから。神戸プリンはある、関係者の人がいっぱい来てくれればある。あ、明石焼き食べたい。コーラ10個ありがとう、レインボースター。明石焼きが来たらいいな。みんなもツアーと一緒に瀬戸内ご飯をいっぱい食べてください。香川のおすすめグルメは徳島ラーメンです。神戸コロッケ、コロッケも有名なんだ。あとね、老少期肉まん食べたい。スナネコに会いたい。神戸動物王国行きたい。神戸ツアー、神戸ツアー行く人、神戸動物王国っていうポートライナーに乗っていく動物なんか園みたいな、ちっちゃい動物園みたいなのがあるんですけど、そこおすすめです。めっちゃ楽しいです。3年ぐらい前にミチと行って、なんか楽しすぎて、なんか動物園ってこんな感じなんや、大人になって来てみたらと思った。まあ理由は一つ、スナネコがいました。スナネコっていう動物がいるので、ぜひ見てください。おすすめです。絶対に人に懐かないでこ、あ、そう、うん、鳥がいるところ。あと神戸何がいいかな。神戸、神戸中華街もあるし、神戸中華街、あとなんか水族館の、おしゃれな水族館もできたんだよね、何年か前に。行ったことないけど、そこも行ってみたいし、結構いろいろある。楽しんで。しまっちゃうおじさんはスナドリネコ。さあしまっちゃうよ。あと普通にお買い物とかも楽しいと思うし、楽しんでんね。明石焼き食べたいね。酒造もある。酒造って言いづら。酒造もあるんだね。酒蔵って読むの？酒造じゃなくて？知らなかった。ごめん、学がないな、恥ずかしい。一つ賢くなりました。ショールームありがとう。とにかくツアーでね、瀬戸内の観光も楽しんでください。ランキング読むか。壇上の人なんか書くなら書いてください。書かなくても大丈夫です。ランキング読みます。13位からアラップ、ありがとう。カナブーン、ありがとう。ダッカー、
ありがとう。かいちゃんさん、男女ともパリ五輪に出演決定したから、バスケ部の火付け役に勝利の女神バンガリンゴ。あ、すごい。てか次の五輪パリなんだ。楽しみ。テルピー、100枚ぐらいに絞れたから、これからレタッチ頑張る。あ、レタッチよろしく。なるべく早めに乗せてくれると嬉しいです。お肌綺麗にしといて。でも顔がでかく見えるから、顔のフェイスラインのなんかそのなんかいい感じの立体感は消さないでほしいけど超注文多いやつ、いいよ適当で、一括レタッチで大丈夫です。楽しみにしてます。下吉ありがとう。マグありがとう。ゆうた、北陸行ってきました。開業初の北陸新幹線、すごい。金沢駅の東の魚菓子食堂がリーズナブルでした。金沢ね、行ってみます。ありがとう。近いし、ありがとう。セブンありがとう。埼玉のおいたん、ありがとう。はじめだよ、お疲れ様。寝れるときによく寝るべし。そうだね、お互いゆっくり休みましょう。コーラ、あかりん今日も特に可愛いね。いつも特に可愛いけど、ツアー行くから見つけたらよろしくね。大好きだよあかりん。お、ツアー来てくれるのね、楽しみにしてます。頑張ります、ありがとう。はい、というわけで今日も配信見てくれてありがとうございました。私が福田はジェットストーチって言ってください。おやすと福田はストーチ3度の飯は動画で決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。それでは今日も一日ありがとうございました。お疲れ、おやすみ、ゼミです。バイバーイ、おやすみ、ありがとうね、また明日。ファイト。